右が特に本当に痛かったんですけど、今日やっていただいてすごい動きやすくなったのでよかったです。今どれぐらいまで落ちてそうですか？今は1位ぐらい。こんにちは。こんにちは。前回から1週間経過しましたけども、首の状態いかがですか？首は前回よりはだいぶマシなんですけど、まだ突っかかりというか痛みが残ってる状態です。前回の症状の、痛みの度合いが10ぐらいだとしたら、今どれぐらいまで？8割ぐらいです、じゃあ2割減ってるって感じですね、はい。右左どっちが痛いとかってあったりしますかね？右が今痛いです。右が痛い、わかりました。じゃあ今日はそれに対して施術をさせていただこうかなと思います、はい。腰に関してはいかがですか？腰はもう大丈夫です。大丈夫です、はい、はい。じゃあ今日は首の動きをチェックしてからそのまま施術させていただきます。はい、お願いします。はい、では早速首の動きを見ていきたいので、まずその場でいいので首をぐるーっと回していきましょうか。はい、回して反対も回しましょうか。そうですね、右の方は向きにくそうっていうか行ってないですね。 OK です。じゃあ上と下と向いてもらっていいですか？どっち向いた時首痛かったですかね？上がなんか痛くてもう行きたくないなって行きたくないなって感じですね。わかりました。じゃあ次に、右左ってちょっと振り向いてもらっていいですかね？どっちの方が向きにくいなとか、こっち向いたらちょっと痛いなとかってあったりします？右が向きにくい。右が向きにくい、わかりました。ではですね、左の方に向いていただいて、上と下と向いてもらっていいですか？そうですね、横から見たら上がだいぶ向けてないですね。了解です。じゃあ正面向いていただいて、その上の向きにくさだったり、右の向いた時の首の痛みを今日はしっかり取れるように施術していきますので、よろしくお願いします。お願いします。ではベッドの方へ移動をお願いいたします。右の首ね、ここは痛いのか、下の方が痛いなとかってあったりします？あ、上です。上の方が、はい、耳の器具ずれてますね。これを元の位置に戻していきます。左を向いてもらって上にやります。で、肩の力を抜いてもらって、大丈夫ですか？右向いてもらって、上に上げます。で、タラーン。はい、もう一回左向いてもらって、上に上げます。タラーン。今これでここどうですか？痛くない。大丈夫ですか？はい。首の下の方の骨の歪みがあったので、ここも今日は元の位置に戻してます。はい、
鎖骨を動かしますよ。大丈夫ちょっと痛いよね。あまりにも首の振り悪かったんで鎖骨を動かして肩だったりとか胸骨とかについてる筋肉を緩めるために鎖骨を動かします。動かしますよ。こっちそんな痛くないでしょ。痛いか。そうか、痛いですか。次に背中の矯正するので一度起き上がりましょうか。こうやって触ってると右の背中の筋肉も左に比べると張ってる感じするね。はい、じゃあ後ろに持たれてきてもらって首の後ろで手を組んでください。はい、指を変えると、そうそう、で巻き閉じてもらって、で肩の力抜きますから、肩はそんなにしんどくない？若干しんどいかな。はい、じゃあ次に背中と肩こなしていくんで下向きになりましょうか。はい、で背中周り肩周りほぐしていきますね。はい、
します。はい、では起き上がりましょうか。はい、じゃあこれで施術は以上ですので、まず動きのチェックからしていこうかなと思います。じゃあまず首をぐるっと回してみましょうか。反対も回していただいて回した感じのその左への行き方がだいぶ広がってますね。 OK です。じゃあ次に上と下と向いてもらっていいですか。さっき上向いたとき、なんか痛くていけないみたいな感じだったんですけど、今どうです？まあは、行きやすいです。行きやすい。後ろ向いたときの、上向いたときの痛みとかはどうですか？は、大丈夫です。大丈夫でした。はい、次に、右左と振り向いてみましょうか。さっきよりもだいぶ向けるようになりましたね。OK です。では、左の方に向いていただきまして、上と下と向いてもらってよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。正面向いていただいて、そうですね、横から見た時もだいぶ上を見やすそうですね。 OK です。まあちょっとそれで様子を見といていただければなというふうに思います。はい、では今日の施術を受けてみての感想をお願いいたします。痛くて後ろとか右が特に本当に痛かったんですけど、今日やっていただいてすごい動きやすくなったので良かったです。良かったです。最初の、痛みが10から8って言ってたんですけど、今どれぐらいまで落ちてそうですか？今は1ぐらい。1ぐらい、若干残ってるかなぐらい。7減ったんですね。はい、だいぶ良くなりましたね。 OK です。日常生活の姿勢だったりはそのまま気にしながら、生活を送っといていただければなと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。